今日はこれから WSOP のメインイベントに出場します。 WSOP とは年に一度行われるポーカーの世界大会で最も名誉があります。参加費はなんと1万ドルで113万円。前回は世界から腕自慢のポーカープレイヤーたちが集まって8569人参加して優勝賞金は約11億円でした。僕はポーカーを始めて7年目になるんですが、ついに憧れの舞台であるこのトーナメントに出場することができるなんて感慨深いです。 WSOP は約2ヶ月間に行われているんですが、メインは約2週間です。優勝までは9日間の日程になります。 Day 1 が6日間に分かれてます。 A から F まで。僕は Day 1 D に今から出場します。その後 Day 2 が11月9日にあります。デイ 1A、デイ 1B、デイ 1D で勝ち上がった人で戦って、その次が11月11日でデイ3。前回はデイ3、3日目の終盤にインマネが確定していました。参加費が1万ドルで、インマネが1万5000ドルです。今日は 300BB 持ちスタートで、2時間のストラクチャーで5レベル。最後は300、600のアンティ600で、原点からは 100BB になります。ショートハンドが目立っていて、これまでのデイ 1A、B、C では2、3割の人が飛んでいます。それでは WSOP メイン行ってきます。ドアの方をどうぞ。こちらがリオの会場の入り口になります。今日は一段と人が多いです。サテライトがありまして、そちらの予選を勝ち抜くと参加することができるんですが、今回は参加人数が多いためサテライト中止になっています。 WSOP の会場の前にあるこちらのレストランで朝食を済ませます。今日は長時間に及ぶ戦いです。ステーキを食べました。こちらをいただきます。今日は特に混み合っているんですけれども、メインイベント参加する人たちが今から食事して出場するんじゃないかなと思います。僕もその一人です。今は開始は30分前で会場に向かっております。今回僕はフューチャーテーブルからアマゾンでプレイをします。テーブルはあちらになりますね。いやマジでめっちゃ緊張してきました。鼓舞していこう。テーブル着席しました。6万点スタートです。レベル1終わって今20分のプレイ帰りました。最初絶好調で9万9400まで増やしました。ストレート引いてと、あとセット引いて通路で激混みですね。大変なことになっております。今メイン参加してる人ですね。トイレが行列できすぎていてちょっと離れたところに行きます。メインイベントやっぱ1万ドルの緊張感ありますね。ハンドレンジが明らかに硬くて1回もリンプインみたいです。高額のトーナメントなのでみんなポーカーかなり勉強してて強い相手ばかりです。今からレベル2ですね、下がってまいります。
レベル2終了して休憩に入りました。持ち点は102,800です。小さなポットを取ってスタック少し伸ばしました。うちのテーブルでは早くも1人取りました。 AA 対 KK のオールに入りました。 AA 側がね負けて大波乱です。まだまだこっからです。こっから頑張ります。トーナメント楽しいです。めっちゃ楽しいです。ほんとしびれます。目指せファイナルテーブル。今からレベル3ですね。これ終わったらディナーブレイク入ります。まだまだチップ返していきます。レベル3終了して今から75分ディナーブレイクですね。持ち点99,000です。スタック少し減らしました。ディナーブレイクから帰ってきました。マカオのポーカールームで見かけたプロもこの会場で何人か見かけます。スタック量は現在99,000。9人テーブルで3番目か4番目です。レベル4終了しまして今83,800です。次が最後の2時間になります。ディナーブレイクで食事だったら若干眠気がきて今回長丁場の体力の勝負ですね。3ベッドポットは3回戦って1勝2敗チップをちょっと減らしていました。これまでにもうすでに8時間戦ってきているので相手のプレイヤーの傾向はかなりつかめてきました。最後きっちり戦ってデイツに向けて頑張りたいと思います。デイツー進出しました。やりました。道中4ベッドポット落としてめちゃくちゃ痛くてやばかったんですけども最後なんとか7ポケでセットしましてクイーンズからダブルアップできました。持ち点は88,800アベレージぐらいだと思います。堀内まだ参ります。12時間に及ぶ長い戦いで今ディーラーがチップを整理します。今日は WSOP のメインイベントデイツーです。昨日は夜の11時に眠って朝の4時に起床しました。二度寝しようかと思ったんですが緊張して寝つくことができませんでした。数時間は横になって目をつむった状態で休んでいたので体調はまずまずです。今年の WSOP はデイ1が A から E まで終了しまして約5300人が参加しています。デイ2に進出しているのが3900人、日本からは約50人がデイ2に進出しています。今日はデイ1の A、B、D で勝ち上がったプレイヤーとデイ2で戦います。同時にデイ 1F も行われる予定で会場は混雑することが予想されます。チップは6万点持ちからスタートで今日のレベル6は400-800のアンティが800です。今アベレージが8万点ちょっとです。レベル7が500-1000のアンティ戦、レベル8が600-1200のアンティ戦略。ディナーブレイク挟んでその次からブラインドの上昇幅が上がります。800-1600の1600、そして今日の最後が1200-1000のアンティ2000です。ブラインドが上がってくる後半に勝負がかかってくるんじゃないかと思います。おとといデイ1をプレイしてプレイヤーの感想としましては1万ドルという高額のトーナメントなのでみんな明らかにタイトになっていますし一つ一つのポットに気迫を感じます。負ければ本当に悔しいですし勝てば気分が高揚する、そんな戦いが繰り広げられています。今のところプロっぽいプレイヤーを除いてビッグブラフをほとんど見かけていません。今日も半日同じメンツで戦うので相手のことをしっかり観察して対応していきたいと思います。それではデイ2行ってまいります。動画の方をどうぞ。会場入りました。いつもやっているレストランが今日お休みでスターバックスでコーヒーとハンバーガー買ってきたので WSOP カフェで朝食を済ませたいと思います。まだ時間前で会場内は静かですがパビリオンというキャッシュゲームがある一番大きなフロアではディーラーの方たちがチップを準備していました。着席しました。今から始まります。頑張ります。たった今メインのトーナメントで飛んだことを報告いたします。甲子園球児が最後の3年生の夏で敗れたかのような気分です。試合終了のサイレンが球場に鳴り響いてもう帰ってこない夏、失ってしまったこの1万ドルという大金よりも自分が今回の WSOP のメインでもう輝くことができない、活躍することができないんだっていう胸の痛みがあります。会場を離れて落ち着いてきたらぐっと来るものがあります。
ハイジャックからオープンが入って、ボタンカットオフ、スモールブラインドがコール入りました。僕がビッグブラインドでエースキング3ベッドをして、オリジナルから4ベッドが入ってきました。 100BB 持ちでエースキングで5ベッドオールインをして、相手はスナップコールして KK、 エースキング対 KK のオールイン、 AK 側の勝率は約 30%。 フロップで5、6、8、2トーンで僕はスペードのエースを持っています。ターンで9、3枚目のスピードが落ちてフラッシュドローになりました。リバーでフラッシュが落ちれば逆転勝利というところでしたが、リバーで落ちたのはジャック、色は関係ありません。カバーされていて KK 側の勝利。堀内の WSOP 初参加はメインのデイ2で飛び終了となりました。振り絞ってナイスハンドって言って席を立ってきました。内心はめっちゃ熱かったです。麻雀って負けると悔しいみたいな日本人の文化あるんですけれども、ポーカーは相手を叩いて去っていくグッドプレイヤーでありたいと思います。ただ僕の WSOP の挑戦というのは今回が1回目、この期間のトーナメントもまだ残っていますし、来年からもまだまだ挑戦していく予定です。今は気持ちを切り替えて3時からあるリトルワンドロップというトーナメントに挑戦してます。レジストを並んでいるところなんですが、行列できています。おそらくメイン飛んだ人たちが今受け付けているところです。期間中にトーナメントで優勝するとこちらでブレスレットの授与式が行われるわけです。なんと言いますか、神々しいです。優勝以外はね、みんな悔しいんです。着席しました。あと10分ほどでトーナメントスタートです。メイン飛んだばっかりですけどね、テーブルに座ったらガゼンやる気が出てきました。Dプランします。ファイナル目指して走りますよ。1回目のブレイク入りまして、4番スタートが32,400、アクションが多いタフなテーブルになってます。2回目のブレイク入りました。 He's a bluffer. ポリージのスタックは41,200、原点よりちょいプラになりました。今回はアグレッシブなテーブルでオールインに入るレンジが広めです。こちらではまだ熱い戦いが繰り広げられています。今メイントーナメントのデイ2とデイ1の F が行われているんですが、これみんな1万ドル113万円払ってます。ブレイク入りまして、ジェイソロさんの様子を伺いに来ました。飛びました。9時間ぶり2度目。飛んだ時はいつだって辛いです。負けた時は多くを語りません。僕のラスベガスの戦いはもう少し続きます。デイ2残り30分なんですけど、プレイヤーも大変なんですけど、応援する側はもう全力ですね。残り30分ですが、会場は熱気包まれてます。メインイベントデイ2終了です。ラスト3ハンドプレイし終わってチップカウント入ってます。引き続きですね、日本のみんなを応援していきたいと思います。私は敗れてしまいました。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。